始まるよ。こんにちは。テニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。今日は、唯一フットワークのないサーブを、やっていくんですけど、なんかトスアップで悩んでる人が多いということなんで、こう動きとか打点とかそういうことじゃなくて、ちょっとトスアップにフォーカスして解説したいと思います。トスの癖の 見抜き方とか、ね、僕なりのやつも紹介しますんで、ぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。で、待てにー、今日はサーブです。サーブ、まあもちろんね、今ベースラインからやってますけど、初心者の一応想定なんで、全然サービスラインからとかでいいです。もっと前からでもいいです。ネットこすってのが大事なんで、まあ一応ここのレディーポジションからサーブが打てるようになったと、仮定して、ね、やっていきます。でサーブはフットワークが入りませんので、トスアップだと思うんですけど、僕は結構ねトスアップ結構悩んでる人多いと思うんですけど、意外といろんなところに上がっても打たしちゃってます。別にちょっと右とかちょっと左とかちょっと低いとか、それでもまあ打たしちゃってます。ちょっとここら辺に行っちゃっても打ってもらう。でそうしたら自分で打てる範囲っていうのが分かってくると思いますし、プロの選手も同じ球種とか同じコースのサーブの写真を重ねてもやっぱちょっとずれてます。機械じゃないんで全く同じとこっていうのはなかなか難しいと思うんで、自分の許容範囲を知るためにちょっとずれても打ってもらって、それで入ればまずはいいじゃないかって、経験者上級者になってスライスとかスピンをしなきゃいけないという時はトスのコントロールが求められるんですが、まずはこの辺で打てれば入るんだなってのが分かればいいかなと思うんで、毎回いいボールが上がるまで上げ直すんじゃなくて、上がったところでまず打ってみましょうっていうのが僕はいいと思ってるんで、皆さんもちょっとこれ参考にしてみてください。でトスのねやっぱり癖の見抜き方ですね。トスってこう左手で投げると思うんで、僕は左手で僕自身に投げてもらってます。だって下からポイッとボール投げを、するのと上投げるの同じなんで、まずトスが本当にうまくいかない人ってのは僕の方に投げてもらってます。例えばこう投げてもらってた時に手首がこっちに返っちゃう人とか、手首が外側に返っちゃう、こっちに返っちゃう人とか、いろんな癖の人がいると思うんですけど、いいボールが行く人ってのは大体投げた後も手のひらが投げた方に向いてる。上に投げた時も手首がこっちに行ったりこっちに行ったりこっちに行ったり帰らない、投げた方に手のひらが向いてる状態がいいんで、じゃあリュウタさんちょっとボール投げてみてくださいって言って、近くでいいですね、近く、じゃあここに投げて、お投げれますねって言ったら、じゃあこっち、あ投げれますね、こっち投げれますねで、できるようになれば上も同じですか、じゃあここを投げてみてくださいって言ってポイって投げてもらうと意外と治ったりします。例えばここにラケットで示してあげて、じゃあ僕のこのラケットにトス投げてみてくださいやってもらって、それから打ってもらうとか、それで僕は結構調整してます。なんか回転しない方がいいとかいろんな意見があるんですけど、別にくるくる回っててもまっすぐ上がってりゃいいじゃんって思ってるんで、上げたところでまず打たしてみるっていうのは僕はやってます。その方が対応力がつくと思うんで、外で風が吹いててそこにしか上がんないと打てないっていうよりはちょっとずれても打てるって方が僕は大事かなと思ってます。はい、今日もあるんですか。そうなんですけどグリップ初心者、テニスやったことない方に熱いグリップでサーブを打ちましょうって勧めるコーチはなかなかいないと思うんですけど、まあ、まずコンチネンタルだと。ただやっぱ打つとき、どうしてもこう窮屈になって、プロネーションの際とかも窮屈になって、いつの間にか
持ち替えていて、打ち終わったら熱いグリップなんてことがよくあるわけですね。そこに対する対処とか考え方っていうのをちょっと聞かせていただければなと思います。これね、個人的な意見がすごく入っちゃって、ちょっとテニス協会とかに喧嘩売ってる感じになっちゃうかもしれないですけど、ここって指導の矛盾点だと思って、コンチネンタルでから教えるのにフラットサーブスタートって僕は矛盾してると思うんですよね。だってプロネーションをしないとフラットで当たんないって、持ってればそうなるっていうところが僕は正解だと思ってるんで、そこから僕の考えからちょっとずれてます、ね、そうですね、そう思えばそうだからフラットから教えるんだったらフォアハンドイースタンで僕はいいから、なるほどなるほど、思っちゃうんですね。でスペインのテニススクールとかってスピンサーブからスタートなんですよね。こう薄いグリップで縦に使う練習をする、薄いグリップに慣れさせるところからスタートする。だから例えば僕の考えですよ、コンチネンタルで指導させるんだったら別にフラットサーブからじゃなくて、別にスライスで左にこうやって曲がるようなボールが行っちゃってもネットこすれば僕はいいんじゃないかなと思ってるんですけど、これどうでしょうか、ね、僕もやってました。コンチネンタルで持ってプロネーションしましょう。やっぱり筋肉がついてくると関節の可動域って狭くなるんで、大人を教えるとやっぱり結構難しい、ね、僕もそうなんですけど手首結構硬いんで結構難しいんですね。じゃあスライスでいいじゃんって僕は思っちゃってるんですけど、今これを見てる方僕もテニス教本で育ってるんで、俺はちょっとなかなかアンチテーゼみたいな感じになっちゃうんですけど、僕は今はそう思ってますね、うん、そうしたらこう最初からスライスサーブでこうやって打つようにする。そしたらやっぱ体も自然と横向きになっていかないと入らなくなってくるんで、結構いい相乗効果があるんじゃないかと僕は思ってます。はい、まあ、こう聞いてるとすごくね理にかなったように聞こえるんですが、ちょっと物議を醸しそうなのでコメントお待ちしてます。ずるいな、自分は振っといて何にも言わない。080やめろ。はい、以上ですかね。はい、ありがとうございました。はい、どうでしたか、サーブってフットワークが唯一入らないショットなんですけど、やっぱ奥が深い、ですよね。でコンチネンタルグリップで、フラットから打つっていうのは僕は今矛盾すごいしてると思ってて、ここは指導法の矛盾点だなと思ってます、まあ何でもぶっちゃけていくのがこのチャンネルなんで、ちょっとテニス協会の人とかはあんまよく思わないかもしれないですけど、僕個人の意見としてこれは編集しないで載せたいと思います。でトスアップに関してはやっぱある程度幅を持たせて少しずれても打てる状態っていうのは僕は望ましいかなと思います。プロの選手も毎回同じトスが同じ場所に上がってるわけじゃなくて、風とかそういう太陽とかその日の調子とかで変わってくるけど、いいサーブが打てる、そういうのは体力だと思うんで、フットワークないショットですけど、そういうとこ鍛えておくと僕はいいかなと思ってるんで、こちらも参考になれば嬉しいです。じゃあ今日はここまで、バイバーイ。